自宅初公開です。部屋はこんな感じです。で、こっちがキッチンです。なんもないですね。禁欲40日、なんか結構さっき急に言われて、なんか当日だけそういう風にすればいいのにって本当思うんですけど、まあ40日、まあ1ヶ月ちょっと禁欲しないだけだから、まあ多分大丈夫だと思います。でこういうのやらせるのちょっとムカつくけど、はい、全然余裕だと思うんで頑張りたいと思います。今日は4日目です。まあでも全然余裕ですね。全然よいしょ。で今日はまだ夕方前なんですけど、ちょっと昨日遅くて眠いので昼寝、夕寝しちゃおうと思います。部屋着がなんかちょっとダサいけど水玉なんか4日目、なんか4日間禁欲してなんかってどんな感じなんだろうってちょっと考えたんだけど、やっぱまあ性欲ムラムラするっていうのはあるけど、やっぱ性欲愛が大事ですよね。全然まあ性欲に任せてやっちゃうっていうのはちょっとなんか猿みたいだし、せっかくするんだったらちゃんと好きな人とちゃんといいムードでやるのが一番いいと思う。禁欲6日目です。ちゃんと守ってます。まだ全然大丈夫。これ外歩くように自腹で自撮り棒を買いました。事務所は出してくれないみたいです。今はコンビニ行くとこです。今あのカットフルーツがないので買いに行きます。いやでも本当になんでこう、まあ1週間だから我慢できてるけど、休みの日なのになんかこうやって、まあ、半分強制みたいな感じでなんかやらされてて結構ムカついてる。そろそろコンビニ作って、じゃあまた。あと1ヶ月とかありえない。もう寝る前
前とか結構ムラムラしちゃって、なんこっそりとかしちゃダメかな。今が何日目だ、早く終わんないかな。撮影なくて暇なんですけど、うん、これ昔着てた服、最近ピンクとか着ないから部屋着にしちゃってます。こういうことするとねムラムラしちゃうから、ダメだ、本当にしちゃおうかな。だってこれ分かんないじゃないね。痛いけど我慢我慢我慢。あ、そうだ、私考えたんですけど、ダメって言われると人って余計にしたくなる説。いや今ダメって言われて結構経って、でもその禁欲する前までは全然別にそんなしたくなかったけど、ダメって言われて本当に何もダメって言われたら、ね、やっちゃいたくなるよね。今日は友達と映画に行く前にカフェで時間潰してます。31日目、なんか32日目です。もうやばい、ムラムラ本当にやばいです。今日は禁欲最終日です。本当によく頑張ったなって思います。明日はスタジオ入ったら一杯できるのが楽しみ。じゃあおやすみ。